エンタープライズトラック EP07 グローバル展開も視野に入れた共和発行キリンのクラウド活用事例を開演いたします講演者は共和発行キリン株式会社情報システム部部長篠田敏行様です篠田様どうぞよろしくお願いいたします 共和発行キリン株式会社情報システム部長をやっております篠田と申します。えっと今日はあのグローバル展開も視野に入れた、えー、共和発行キリンのクラウド活用事例ということであのダイなタイトルをいただいておりますけれども、えー、まあ我々の取り組みというのをご紹介させていただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい。えー、まずあの私どもの会社の概要を簡単にお知らせしたいと思います。 設立の方は1949年ですね、昭和24年の頃から、共和発行工業株式会社というところで始まりまして、最近はです、ね、2008年10月1日に、キリンファーマー株式会社との合併をしております。で資本金、従業員数等は書いてあるとおりであります。われわれの主要な事業はです、ねあの、医療用の医薬品の製造・販売。 またバイオケミカル事業についてはグループ会社として原薬だとかです、ね、アミノ酸などを作っていると、まあ、そういったような会社でございますで親会社としてキリンホールディングスさんという形でキリンホールディングスの参加で医薬事業部門というところを担いでいるという状況になります、はいまあ、売上高は書いてあるとおりでございます で事業ビジョンはですが、ね、ん、腎、免疫疾患を中心とした領域で抗体薬を核にした最先端のバイオテクノロジーを駆使して画期的な新薬を継続的に創出し世界の人々の健康と豊かさに貢献する日本初のグローバルグローバルスペシャリティファーマーとなるということでちょっと長いんであかんでしまいましたけど、えー まあ、我々あのグローバルスペシャリティファームを目指してやっているという会社でございます。で、あの今日の話の流れなんですけれども、クラウド化に至る背景、それからクラウド化の道のりと今ということと、あと今後の構想、あと課題とまとめという、こういう流れで進めさせていただきたいと思います。はいえー、まず最初にネットワークコンピューティングの歴史ということで、 えーまあ、一応、ここに触れとかなければいけないかなということなんですが、まあ、これはあの私があの会社に入社しまして、最初からです、ね、情報システム部門というところで生活してきて、ずっとあのやってきたということもありましたので、えー、自分自身のご紹介というところも兼ねまして、簡単に触れさせていただきます。まずはメインフレームですね、ホストコンピューターというものを始めて、我々も会社としては始めております。 でそこからです、ね、分散コンピューターというのが出てきまして私どもの会社では DEC の分散コンピューターですねバ a クスというコンピューターを使っておりましたそれから Windows サーバーとかクライアントサーバーの時代になりまして Web の世界になり通信環境もどんどん良くなって無線接続も出てきたということでいよいよ SARS クラウドの時代へ と,突入してきたという中で我々、えー、情報システムとして昔はあの電算コンピューターというか、まあ、そういう電算室とかですねそういう名前だったんですけれども、えー、だんだん情報システムということで情報そのものを取り扱う部署という形に変わってきております。はいえー、クラウドコンピューティングの必然性ということで、えー、簡単に最初に、えー、お話しさせていただきます。 えー、一つはですね、あのユーザー企業わ、私どもですね、ユーザー企業の IT 部門です。で、われわれはですね、業務を実行していくことが、えー、一番の目的だというふうに認識しております。で、われわれ情報システム部門ではありますけれども、今までコンピューターそのものを維持管理する、まあ、または買うという言葉もありましたけれども、えー、牛買いみたいな時代もありました、まあ、そういうあの維持管理をすると、コンピューターそのものを、 ちゃんと運営するために勝っていくというそういうような時代がありましたで、まあ、今になりますとですね単純な維持管理っていうのは目的ではないということはきっちりと分かってきておるという状況ですであと、まあ、我々情報システム部門というのはですね増大するコンピューター経費を抑制したいとでこれはクラウドコンピューティングだからということではないんですけれども基本的には IT 資産を、まあ、持たないオフバランスにできないかということを できればプライベートクラウドよりパブリッククラウドを施行していくべきであろうというふうには思っておりますただ今日のお話はどちらかというとプライベートクラウドに近いお話をさせていただきますで次にです、ね、あの業務アプリケーションのサービスインを早くしたいということでこれはまああの資産を持たない、まあ、自分たちで物を買ってきたりとかそういう手続きをできるだけ短縮すると そういう意味でシステム開発に要する期間を短縮できないかということを考えていくとクラウドコンピューティングが必要ですねということになりますまたハードの爆発的進展によるソフトの開花ということでソフトウェアがどんどんオープン化標準化また仮想化が進展してきておりますでハードウェアもどん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 加速度的に進化しておるんですがソフトウェア自体もですね 単純な会計処理だとか基幹システムだけではなくて文書管理システムまた、えー、いろいろなワークフローのコントロールだとか幅がどんどん広がってきております、はい、次にあの世の中のクラウドビジネスの台頭ということで、えーまあ、我々からしますとです、ね、今まで自分たちでやるしかなかったという古い時代から、えー、だんだんですね借りて、えー、できるような形に、まあ、クラウドビジネスが、えー、成長してきたと。 さらに BPO というアウトソーシングの可能性もあるでしょうということで,であとで大体そこの辺の話をさせていただきます次にあの当社のシステム全体アーキテクチャに合致するというところがありましてこれは後であとでモデルの説明をいたしますけれども当社はですねあのデータモデルを中心としたそういう考え方を基本に持っております まあこれはあのホストコンピューター時代にですねデータ中心のアプローチを取ってきたというそういう歴史があるんですけれどもえまあ自分たちの情報また会社の情報資産そのものを中心にえ考えを捉えているということでえまあ我々の考えとするえ地動説という言い方にしているんですがまあそれにマッチしますということですで。 あのまた周辺のです、ね、取り替え可能なプロセスの一つが s a ズ s またはクラウドということで、えーまあ、今までは自分たちでアプリケーションを作ってきたということですが取り替え可能なものとしてクラウドコンピューティングが進展してきているということも背景にありますでアウトソーシングの変遷ということで、えー、ちょっとあの、まあ、モデルズ的な考え方という絵を出しておりますが これは、まあ、あの今まで我々の中でですね、過去にも12年ずっと使ってきている絵なんですけれども一番左側に完全インソースということでポインターはあれですけど完全インソースと一番左の方です、ね、あの自分たちで作った時代ということで業務そのものからアプリケーション、ミドルウェア、ハードウェアさらにはコンピュータールームの設備まで,です、ね、自分たちで調達すると。 こういうことからハウジングということで設備を借りましょうまた、IaaS、イ a s ということでハードウェアまた基本的な OS の部分まで借りていくまたそのミドルウェアまで借りていくでさらにアプリケーションソースそのものまでサービスとして提供されるというような s a ズ。s さらに業務そのものを受け負っていただくということで BPO と。 まあこういうようなクラウドコンピューティングと最後は言っていいかどうか分かりませんけれども、まあ、我々コンピューター屋さんからするとクラウド、まあ、いわゆる外の方々にやっていただいて我々の分からないような携帯の部分もうまくサポートしていただけるというサービスが進展してきているということになりますで、まあ、我々としてはです、ね、あの資産として自分たちでもたないと。 いうところが一つあるかなと思いますでここで「ベンダー資産」というふうに右下の方に書いてありますけれども青で,青で塗ってあるところが、まあ、ベンダーさんから提供されるエリアだというふうに考えております。で、まあ、我々はあの必要なものを必要なだけ、えー、適切に使っていきたいというまあ経営的な観点からしますとできる限り右側の方に寄っていってですね適正なサービスをご提供いただけるベンダーさんと手を組ませていただきたいと。 というところは基本的な考えですで次にあの当社のシステムアーキテクチャということで、えーまあ、データ中心で考えを今までやってきましたというお話をしましたが当社独自のモデルということでエンタープライズハブというのを真ん中に置きましてここにはマスターとです、ね、あとトランザクションのハブと。 ハブという言い方をしておりますが、まあ、我々のデータのエンタープライズモデルをここに実現しまして、まあ、それを中心にですね周辺のアプリケーションとデータ交換をしていくというこういう考え方をとっておりますで、まあ、最近あのアプリケーションパッケージないしはまあ s a a s、えー、等でですね、えー、いろいろなモデルで提供されておりますで基本的にはあの 我々に近いモデルを提示される場合もありますけれどもそれぞれ生い立ちが違ったりしてですね欧米の考え方を中心に作られたモデルだとかいろいろなものがありますで我々はあの我々の会社に適したパッケージだとかそういう機能を採用していきたいという考え方からここのオレンジ色の両矢印のところですねここら辺のコネクターを作っていくということをやることによって それぞれのパッケージまたは SARS の良さを取り入れていきたいというようなそういうモデルを作っております。でここの矢印の間にですねクラウドないしはまたそのサービス自体がそのものがクラウドでサービスされる、まあ、s a ー s としてサービスされるという場合もこのモデルは基本的に使えていくんだろうということで、まあ、我々としてはパッケージなど周辺処理は のコンポーネントとして取り替え可能なモデルというのをベースとして考えて対応してきているというのが主な考え方になります。で、まあ、我々 AWS どのように使ってますかということで一つまず基本的な考え方なんですけれどもまず一つの使い方としてですね 社内のイントラのデータセンターとかそれの延長線上という捉え方でクラウドそのもの AWS さんのクラウドそのものをですねクラウドデータセンターという位置づけにしましてサブのデータセンターないしはもしかするとメインになるかもしれませんけれどもそういうもう一つのデータセンターという形で本番環境は本番の VPC サービスを使って AEC2 のサービスを載せてですね、それぞれ本番セグメントとか開発セグメントというものを作りながらデータセンターのコピー版みたいなものを AWS の中に構築していくとでさらにテスト環境は右の方にあるんですけれども、まあ、イントラとは離れた世界にテスト環境を当然社内に作っておりまして、まあ、そういったところと AWS さんとつないでですね、個別のテスト環境を作ると。 まあこういったような考え方でテストの環境と本番環境ということで厳格に線をつながないように分けて運営しているということでこれは普通のデータセンターの運営と何も変わらないと思います一部クラウドでサービスするということでプライベートクラウドの一つの形態かなということで我々利用させていただこうというのが今回の事例の 基本的なな考え方になります、はい、それではクラウド化の道のりと今ということで概要を説明させていただきます。でまず「クラウド化の道のり」っていうふうに書いてるんですけれども、まあ、我々あの今まで自分たちでいろんなことをやってきましたが仮想化がどんどん進んできているんですけれども、まあ、独自で装備するのがですね結構大変なんですね。 いろいろなベンダーさんにお手伝いいただいて、えーまあ、サーバー群を要してそれを仮想的な OS の上にさらにゲスト OS で載せるというような形をやってきてるんですが、えーまあ、どのぐらいの規模を想定して作るかとか、まあ、そういったところが結構難しいということがありますで仮想サーバーはです、ね、大規模にやっぱり作っておかないと効率よくないということがありますしどの程度でやるかということがあります。 そうこうしているうちにパブリッククラウドというのが、えー、台頭してきまして、えーまあ、ウェブインターネットエリアまたは Web のエリアについてはだんだん使えてきたんじゃないかなというようなことが、えー、頭をよぎり始めておりますでその後、えーまあ AWS さんなんか早かったんですけれども、えー、VPC サービスとかそういう形で、えー、プライベートな我々の、えー、本来の普通の物理的なデータセンターだとか 社内ネットワークとの環境とシームレスにつなげるようなサービスも仮想的にサービスしていただけるというようなことがだんだん出てきておりますで、まあ、我々もです、ね、仮想サーバーの老朽化更新というのがだんだん迫ってきている中で、まあ、これは使えるんじゃないかというふうに考えてきたということになりますでまあその中でなぜ AWS を選んだかと。 あとで経緯と、ね、どういう採用をしてきたかという経緯もご説明させてあげますけれどもここではですねまず1つはサーバーと OS を重量課金で提供していただけるということがあります。でこれはですね1つはマイクロソフトさんの、まあ、サーバー OS の提供やまた SQL サーバーまたオラクルさんも含めてですね、あのー、基本的には何、まあ、て言うんですかね いちいち契約を個別に大きな契約結んだりとかしなくても割と簡単に使えるというところも含めて重量課金制で使った分だけということで割と見やすい感じで使えるというところが一つあります。それとあとシステムイメージを含むサーバーを丸ごとバックアップ可能という形で自分たちのサーバーのイメージそのものをそのままコピーしてまたはバックアップして置いておけると。 で最近はです、ね、別のリージョンへコピーも可能だというふうに聞いております、まあ、そうしますとデータも含めて遠隔症保管としても利用できるのかなとか、まあ、そういったところもメリットなんじゃないかなというふうに考えてきているというところですあとはあの、まあ、サーバーシステムの起動停止とかです、ね、管理画面だけでなくてスクリプトとかを使ってです、ね、定期起動停止定期,定期の起動や停止ができると いうことがありまして、えー、まあ重量課金なもんですから夜中にあまり使わないとか朝方使わないといったそういったところもある意味節約して使うことができるという機能も装備されているということで、まあ、我々使いたい時だけ使って、まああの仕方がないので使った分はお金をお払いいたしますというところで非常に適切なサービスではないかというふうに考えております。 われわれとしてのメリットはですね、一つは開発テスト報酬、保守障害調査とかにですね、当初は簡単にサーバー構築して試すことができるんじゃないかということで、まあ、作業スピードアップの観点があるかなというふうに思ってきておりましたでさらに、まあ、SAP の ERP の対応ですね、AWS で本番稼働を認定していただいたり、まあ、金融機関さんでの利用も可能だと。 いうことも実証していただいているというようなところもありまして、我々一般企業もの利用も基本的にはもう安心して使えるんじゃないかというところまで整備がされてきたというふうに感じております。まあ実際それで動き始めているんですけれども、企業利用でも安心だということでここを選んでいるというところがあります。 AWS さんが一応先行されているというふうに思っておりますけれども他社さんもどんどん追い上げてきているということでこれからそういういろいろなクラウドサービスが安心して使えるようになれば我々いろいろなサービスを組み合わせて使えるんじゃないかなというふうに思っております。で我々の中で導入してきた流れなんですけれども当初はですね2011年の春頃ですねあの まあその前だったかもしれませんけれども雑誌かなんかでえ紹介されてたっていうのがありましてえ無料枠での利用ができるよということでまあ東京リージョンのサービスの前からそういうのがあったんですけれどもまあいよいよ東京リージョンがスタートしますよということでえ非常に盛り上がってた時期がありましてまあそういった時に我々素人ですけれども使ってみて。 どんなそれからですね VPC サービスと出てきましていよいよ企業利用も少し可能かなとやはりイントラの延長線上で使えるんじゃないかというような感じがしてきましたので、まあ、そういうのもいろいろテストしてみようという考え方を持ってきておりましたで一つはインターネットの認証用サーバーをテスト構築するっていうちょっとそういうのがありまして われわれの社内にサーバーを買ってこようと思ったんですがまず一度 AWS 使ってみようということでインターネットエリアでまず使い始めたということになります。でインターネットで実験としてはアプリケーション側が動作するというところまでできましたので本番用の実機サーバーそのものですねそれを手配してきちっと整備するというような作業を始めております。 当初はそういういテスト利用とれからですね VPN のサービスがだんだん出揃ってきまして、えーまあ、安い、えーまあ、10万円以下で買えるような VPN 用のルーターを使ってです、ねえーまあ、我々の拠点とこの AWS さんのサービスの VPC のそういうエリアとつなぐことができるようになってきました。 でそれでいよいよ我々も評価用のプライベートクラウドという環境、まあ、テスト環境ですけれども、まあ、そういうのを構築いたしまして、えー、いろいろとまあ社内のコピーみたいなものをです、ね、イントラのデータセンターのコピーみたいなものを作ってみてどの程度動くのかなということをいくつか検証してきておりますで、えーまあ、結局ですねそういったことをやってるうちに何、えーまあ、ていうんですかだん,だん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 使えるなと。 いう感覚と、あとは周りの環境がですね、いろいろ災害がいろいろ発生したり、B.C.P. の対応をしろとかですね、いろんなことがきまして、えー、まあ2012年の春頃にはですね、いろんなことが起こったりしております。まああの、まあ我々からするとですね、一応本番用の V.P.N. 回線とルーターを準備して、5月中旬頃にですね、一応本番の え本番のっていうとおかしいですけれども我々のデータセンターとえー結ぶと AWS の上の VPC のえーまあデータセンターとの間を結ぶとまあそういうものをえ構築準備を始めましたで当初はえ一つのきっかけとしてはあのデータセンターの引っ越しというのを実は夏頃に予定してましてえ最悪あの全部サーバーがクラッシュした場合に AWS の,その仮想のデータセンターを、えーまあ、サブのデータセンターとして使えないかということもありましたので緊急バックアップ用として一時的に準備したとこっそり準備してたということなんですけどもこっそり準備しておりました、まあ、使うことがなかっ,てかったんですけれどもいよいよ2012年の秋頃からです、ね、SAP の方々も本番 ERP ですね本番適用を認定していただいたりいよいよ本番に使えるような 準備がどんどん整ってきたということがありまして我々も遅ればせながら本当に使えるということで本番機を徐々に AWS へ導入するということを始めましたでまずはあの簡単な小規模なあのシステムとかあと開発用サーバーとか検証用サーバーとか、まあ、そういったものをまず移動を徐々に開始しましてそれで運用手順等を確立すると。 いうような形で始めております。で、2013年になって、えー、一応あの運用の、えー、管理するところに移管をしまして、運用管理の、えー、ところは、えー、アウトソースしてるんですけれども、アウトソースーの方へ運用管理手順を移管しましてデータセンターとしての稼働を開始するということを今年やり始めております。まあこういった形で、えー、まあテストをして。 自分たちで納得してでそれから本格利用に入ってきたというこういう手順を踏んでおります。で現在の利用状況なんですけれども6月現在で6システム9サーバーこれは常時稼働24時間稼働ですねあと30サーバーぐらいが日時稼働昼間の時間帯必要な時間帯稼働させているということで、えーまあ、全49サーバー設定済みということで徐々に毎日毎日 増えていってるはずなんですけれども、この費用の推移を実はグラフにしていました。当初テストしてた頃はほとんどお金がかからなかったということで、本当にあのこんなにお金かからなくていいのかなっていうふうに思ってたんですけれども、やはりその12年の夏頃ですね、移転の準備を始めて本格的なやはり AD からすべて準備していざという時の設備をしますと最低限でも 10万ぐらいはかかるようになってきたとそれでも10万かということなんですけれどもそれからですねいよいよ本格的に運用体制ができてきまして2月とか4月っていう形になりますと今は今や大規模なシステムのパフォーマンステストとかですねそういったのに使われておりますので飛躍的に月額費用が上がってきたと。 いうことで、えー、ここでは対応マークにしてなんか喜びの感じになってるんですけれども、えー、実はこのコストはちょっとだんだんこの調子で伸びていくと苦しいなっていうところもあるもんですから、えー、まあテストとか必要な分使うっていう一時的な利用は、えー、買ってくるよりは安いだろうということでいいと思うんですが、えー、常時使っていくものに関しては、えー、きっちりとリザーブドインスタンスとかですねそういったあのー、別の えー、コストダウンの施策をきっちりとかましてですね、えー、注意してやっていく必要があるなというふうに思っております、まあ、そういう意味ではあのここではあの太陽マークですけれども曇りにならないように管理していくということが大事かなというふうに思いますで、まあ、我々運用移管をしてきておるんですが、えー、AWS 上にですね作成したプライベートクラウドセンターというものがあるんですけれども、まあ、そこを は物理データセンターとほぼ同様な体制を取るという方針でやってきております。で運用管理グループの管理配下として運用管理を行ったということで、まあ一つ例でここはあの我々の、えー、マニュアルの一覧のところを少し参考で掲示させていただいておりますけれども、えー、まあ。 ちょっと教育的資料も含めてですね入れてあります、まあ、運用基準とかあと利用コストをよく注意しなければいけないんで利用コストの考え方そういったところを他から比べるとちょっと異質なんですけれども通常運用に比べてまあそういったところあとはライセンスの持ち込みとかですねそういった考え方ここら辺も注意事項として少し付け加えてるということですで他のところはですね運用引き継ぎとかこういったところは様式が少し 変わるとというこはただまあサーバーを作るっていうところは運用センターに任せてますのでそこは新たな業務としてできたかなという形になります、まあ、あの我々からすると多少あの作るとかそういうハード設置の代わりの業務のところが増えてはいるんですけれども実質的な運用管理の面という意味では あの今までの物理データセンターとあまり変わらない運用体系を整備していっているというふうに認識しております。で今後の構想ということなんですけれども、えー、まああの機関システムを順次載、えー、せていくということで、えー、まあこれからはですね、コンピュータシステムバリデーションの対応も行うようなシステムも載、えー、せていこうというふうに思っております。 製薬業ですから、えー、いろいろな規制、まあ、品質保証するためのルールというのがありますでコンピュータシステムをそのものがちゃんと動いているかというバリエーションというふうに言いますけれどもそういうルールを自分たちで作ってきちっと運営していくということが必要になりますので、まあ、そういったものに的確に対応するということもできるようになってきておりますでさらにより品質の高いシステム提供を行うと。 というこで、開発補修はスピードとテスト重視ということでテストドリブンまたリスクが高そうなことはテスト環境を作成して早く検証するとリスクベースのアプローチそれとあとはデータセットアップ時とかです、ね、そういった大きな性能が必要な場合はそういったサーバーを一時的にチョイスしてです、ね、大きな性能のサーバーで的確に早く仕事を終えると。 まあそういったような形でより品質の高いシステムも早く構築するまた提供するというようなことができるんじゃないかと思っておりますであとはちょっと資料を作ってますので次に説明しますで、まあ、社外で活動できるシステムへということで、まあ、我々右側の方にバックオフィスオンプレミスというふうに書いてありますが機関系のシステムをバックに有しましてフロント側の動きやすいような えーまあ、デバイス端末ですねデバイス端末をなどを使ってフロントで動かれる人たちの間にクラウドが入って、えーまあ、s a ー s とか、まあ、Amazon さんのサービスや他社さんのサービスを使いながらですねうまくバックエンドのシステムと連携させていくと、まあ、こういうふうにしていけないかということで今いろいろと検討しておるということです。もうう一つはグローバル対応ということいこで、えーまあ我々 えー、AWS さんの場合は海外リージョンというのをお持ちですので、まあ、そういったところを使っていこうというふうにしておりますでその中で、えー、各拠点からです、ね、近いリージョンへ直接接続できるようにしたいとこれはやはりあのインターネットを割と早くどこでも使えるんですけれどもちゃんと作らないとなかなか早くデータが取れないまた大きなデータはやっぱり遅いまたレスポンスがどうしても早くならないということがあります でまあ、そういったものに関してはそれぞれ近いリージョンのところへシステムをやっぱり作らざるを得ないというところがありますのでそういったところに適用してていこうと思っておりま,すでまたリージョン間ではデータ同期を行いたいとかですねあと運用管理ルールはやはりあのそれぞれ違ったルールを適用するのではなくて我々でまとめて管理をした統一化したルールでやっていきたいというようなことを考えております。 次に AWS との社内ネットワークをダイレクトコネクトなどを使い増強というふうに書いてますけれども単純に言いますとネットワークの見直しが少し必要ですということです当然のことながら他のデータセンターとつなぐようなイメージになりますのでそちらとの距離感をどういうふうに縮めるかということがありますで一つはダイレクトコネクトというサービスが提供されていますのでそれを採用していきたいというふうに思っております で大規模なシスステムムとのデーータ交換をスムーズにするだとか、まあ、我々ちょっとあのデータセンター移動させたという話がありましたけど九州地区にありますで九州地区は土地は安定してるんですけれども通信がやっぱり少し遠いと、まあ、レスポンスが少しあのかかるということがありまして東京地区から比べると随分遅くなったというふうにユー,ザーからユーザーさんからもクレームが来るというところが多少あります。まあ、そうういいったとところを改善するという意味でネットワーク接続点 についいいてててはきちっっとととと見直すすううここも考え思まアクセスラインと基幹システム間のデータ交換ラインも見直すということで各拠点からの接続も見直していくということを考えております。はい、でシステムの概念図なんですけれども1、えー、つですねこれ7月の想定の絵です。でまあ、左の方の方ネットワーク ないしは国内のジャパンンドドメメスティックドメイン左の方ですねで真ん中のところはグローバルドメインとで右の方は USA のドメインと、まあ、仮にそういう形で USA をベースにしておりますが7月にはですねここの USA の米国側のドメインないしはリージョンというのを立ち上げていこうと思っておりますでこれはあの担当者私どもはですね AWS の担当者は 現在1名技術者1名でやっておりますけれどもその1名を3ヶ月ほどアメリカに行かせまして我々の運用体系の伝授と英語化あとさらにサーバー構築等のノウハウも含めて3週間で伝えられるかどうか分かりませんけれども一度やってこようということでこういった環境を作ろうというふうに今動いております。 あの下準備としては少しずつ今出来上がっているという状況です。で次に12月時点の姿なんですけれどもここで一つだけ左上の方なんですが SAP というシステムがあります。で先ほどの絵の方では下の方のこちらですねここのところに SAP のシステムいわゆるデータセンターの中にあるんですけれどもデータセンター をくら替えして AWS 上のデータセンターにああごめんなさいサップを移すということをもう今作業を始めつつありますでここでやっぱりダイレクトコネクトということと KHK のドメスティックのネットワークですね国内ネットワークとの接続を強化するという形でネットワークの雲の中からまあイントラのネットワークの雲の中から直接 AWS さんの方につなぐと。 とい,うことでいわゆる普通のデータセンターが、えーまあ、ドメスティックネットワークに1個増えたというようなそんなイメージで捉えておりますであとはあの v 今まで使ってた軽いネットワークの方は、まあ、バックアップ用にちょっと、えーまあ、安いモデムですので置いといてバックアップに使おうかなというような感じで検討を進めているとで12月にはほぼこの形ができるんではないかと。 いうふうふに思っております進めていいるということでありますであと上の方でですね本社管理とか USA 管理って書いてあるんですがこれは管理範囲をどういうふうにしようかなというところで少し悩んでまして一応あのグローバルドメインというところは、まあ、我々本社側の方で全て管理をしていこうかなと。 まあ英語のサーバーだとかいろいろ難しい面もあるんでいろいろ協力し合いながらやる必要はあるんですが基本的なベースラインのとこころは我々でやっていこうというふうに思っておりますでうまく技術が伝授できれば右側の u s 性管理ということで向こう側で管理できる範囲が広がるんであればそこまでやってもらおうかなというような考え方をしようかと思っております。 最後にあの課題とまとめということなんですが、えー、一つまああの、いろいろと言ってきたんですけれども、まあ、我々、AWS さんのサービスだけではなくていろいろなサービスをやっぱり、えー、既存の物理のデータセンターも含めてです、ね、同じ管理体系でやはり運用管理していく必要があるだろうというふうふに思っておりますでまたあのいろんなサービスを使うということは問い合わせ先も複数になってまたさらにサービスレベルがそれぞれ違います。 でそのサービスレベルが違うものをですねやはりどこかで統一的な運用レベル運用サービスレベルに整理していく必要があるということで、まあ、我々、あの運用アウトソースを今、物理センターを運用アウトソースしているところにですねクラウドの運用アウトソースも全体の統括管理ができないかということで今、一緒になって検討していただいているという状況にあります。 まあそういったところも徐々に整備していく必要があるかなというふうに思っておりますで、まあ、ハードウェアもそうですいろんなあのベンダーさんがさまざま加わってこられるんで今まではどちらかというとデータセンターにできる限り統合,統合しようという形でいたんですがこれからだんだんまた分散し始めるというところがあります、まあ、そういったところをちゃんと検討してですね一番大事なデータの保全と またマスタートランザクションの動機をきっちり測るとこういうところを忘れずにやっていく必要があるかなと思いますさらにグローバルの共通資産の管理として我々これからグローバルスペシャリティファーマーを目指すということですので今まではそれぞれでやってたところをどういった形で整理していけばいいかとこういったところが課題になりますで最後にまとめなんですが まあ最初にも申し上げましたけれどもユーザー企業はです、ね、業務をすることが目的であるということで、まあ、そこの情報システム部門ですから業務そのものを支援するのが目的ですまた業務改革そのものを支援するのが目的ですで、まあ、そういう意味では今までスピードアップというか言葉を言ってきたんですがシステム調達構築また維持管理に対して、まあ、我々タイムラグが結構あります、まあ、手続きが多いまた承認が多い いいいろんなななことをやらけければいけない、まあ、そういったところがある意味 AWS さんのハードウェアや OS の調達という意味では非常にそのタイムラグを短縮できるというところは一つあります。でもう一つ次に所有から利用へ考え方を変えることによって変化に合わせた適正なコストの仕組みを獲得するということでもうこれはまあ当たり前といえば当たり前なんですけれどもえこれは当たり前といえば当たり前なんですけれども まああの単純に重量課金がいいかどうかっていうのは重量課金でも高くなる場合もあるんでえ、期間契約とかですね、適正な契約形態をきちっと規模だとか、えー、そういうのを見合わせてですね、えー、整理するということが、えー、大事かなというふうに思います。で最後に、えー、運用管理ルールっていうのは今までと変わりませんねと。まあ、これはあの今回はイントラの、えー、観点から。 AWS さんを利用するというプライベートクラウド的な利用方法の事例ということなのでこういう言い方をさせていただきますけれども基本的な運用管理ルールは何も変わりませんいわゆるですね必要なことは全部やる必要があるということです当然のことながら AWS さんがコストに見合わなければハードウェアそのものを買うという場合もありますまあそういったところも含めてえあまり変わらないと AWS さんでも運用に必要なことはほとんど 同じようなこととや,っぱりやるざるを得ないというふうふに思っております。で最後メッセージとしてはあのクラウドは使って試してみる,から見ることから始めるということで、えーまあ、我々もいろいろ使ってみてです、ね、自分たちで本当に使えるかどうかということをやはり試してです、ね、それで、えー、自信がついたところで、えー、また他社の方々がですね非常にあの有用な使い方が をされているということを勉強させていただいて、えー、やっと使うと、えー、本格的に使えるというふうに思ったということがありますので、まずは使って試してみるということが大事かなというふうに思います。はいはいえー、以上あの、簡単でしたが、われわれの事例、まあ、どういった形でやってきたかということをご紹介させていただきましたどううもごご清聴ありがとうございました。